こんにちは、忍者ベーカー .com のキム・ワトクンセンです。今日、生島日本舞踊教室の生島先生と話してるんです。とても光栄だと思っております。こちらこそありがとうございます。ちょっとまず日本舞踊にはさまざまな種類な踊りがありますけれども、いくつくらいあるんでしょうか。踊り方ということでね、大きく分けて2つくらいありまして、古典と、はい、それから新舞踊、はいはい、あと細かく言うと、はい、民謡とかね、地方の民謡とか、はいはい、そういうふうないろいろなたくさんございますね。そうですかね。まあこちらの特徴について教えていただけませんでしょうか。はい、私はやはり日本舞踊の古典を基本として、はい、古典もやりますけれども、はい、新舞踊も両方やっていきたいということで、はい、そうですかね。まあ他の舞踊とはどう違うことになりますでしょうか。はい、私は女優をしておりましたので。あ、そうですか。はい、ですから映画も、はい、ありましたか。舞台ですね。舞台ですね。はい、経験はありますけれども、はい、ほとんどが舞台でしたので、はい、やはりこう時代劇、はい、この日本舞踊のような格好をして、ね、はいはいはい、時代劇をしてものを専門にやっておりましたので、ですから特に特徴としては、やはり舞台に立った時のこう目線ですね、目線をお客様の方にきちっと向けて、アピールして踊るっていうのが特徴です。あ、そうですか。はい、そしてすみませんが、この仕事を選べられた選べれた経緯を教えていただけませんでしょうか。はい、小さい頃から時代劇が大好きでしてね。そうです、うん、それで舞台の女優さんになったんですけれども、はい、でその先生に弟子入りと言って、はいはいはい、先生のところに3年間住まわせていただいて、小さな劇団でしたけれども、その素晴らしい先生でね、その方のところにお弟子さんで入ったんです。そちら両親と住みな、田舎から出てきましてね、東京に出てきまして、はい、弟子入りしたんですけども、秋田県からでしたね。そうなんです、はい、寂しくありませんでしたか。もう寂しがってる暇はありません。あ、そう、うん、うん、はい、それでもう楽しくてね、こう吸収しなければいけないことがたくさんありすぎて、なんか寂しがっている暇がありません。そうですか。本当にじゃあ熱心があったんですね。そうですね。でそこでその先生のところでお芝居のない時は、はい、一般の方に日本舞踊を教えてらしたんです。あ、そうですか。うん、それでお芝居がない時は日本舞踊のお手伝いをしていたわけです。なるほど。で先生のところに20年おりまして、はい、それから独立しましてね、はい、うん、それでちょっとこうお仕事をしていくうちに、世の中の日本の若い人たちがお着物を自分で着れない人がたくさんいるっていうことと、はいはいはい、それからあと時代劇の役者さんたちの動きがね、はいはい、とても現代っぽすぎるなと思いまして、はい、日本舞踊が必要なんじゃないかなということで始めました。そうですか。じゃあ、はい、このスタジオはどれくらいですか。この教室、すみません、何年くらいですか。この教室は11年目ですね。あ、そうですか。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。本当に立派な教室だと思います。ありがとうございます。本当に立派な先生だと思います。ぜひ東京の浅草の方にいらっしゃると、ぜひ生島先生と一緒にレッスンを取ってください。今日本当にどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。光栄でした。どうも。